はい、実況プレイやっていきたいと思います。よろしくお願いします。戦国立志伝武将編、真田幸村でやってます。前回ですね、出世しまして、やっと、城代じゃない、軍団長になりました。さあ、確認していきましょう。これ作ったばっかりの城だな、いないと誰も。だからこれにちょっと 兵士が必要だな。とりあえず、ご覧の通りで、扱える城増えたんですけど、それだけやっぱね、先月の収支武将の数が足らないんですよね、圧倒的に。これ、築城成功したのかな？築城成功したかな？でただスカウトをやるとね、この前気づいたんですけど、まあ、お金がえらい取られるってこと気づきました、ね、御用を受けたまわります。とりあえず家宝を1個と、ありがとうございました。家宝を与えるから、あ、もう1人でいっぱいだな、見ない。どうしようかな。お金がちょっと足りないんで、あ、移動しなきゃ。建設と設備は自分でやるよ。はい、さあやっていこう。進出できるか、進出していきます。基本的には武家帳を作っていきたいですね。で、兵力を伸ばしていくと、兵数を、いいね、兵の数を伸ばしていく。それから、周りの領土をしっかり整備して、人口を上げていきたいと。ただあんまり上げすぎると、攻め込まれる危険性がある。攻め込まれた時に大量な人数で攻め込まれてしまう危険性があるので、これはリレーを動か、今ね、多分ね、誰もやってないんですよね。誰もスカウティングプレイをやってません。どうしたかな。徳川家はさすがにね、このリで動く人いけるかな。まあ、もうちょっとお金貯めてからにしようか。凋落、支持率上がってるね。まだ建設できるか、すごいね。投資はね、勝手にやっていい。よし、OK。 ちょっと兵力確認しとこう。ここが少し育ってきて2000弱になってきてるとか、ここはちょっと兵力ご命令を。先月の収支です、報告いたします。多分この箕輪城ですかね、1万超えてるから、これ攻めれるんじゃないか。感覚的にはね、上杉家なんだか、でも厳しいか。まあ、今回の特徴は、ゲームの特徴は、
してるかちょっといい、ね、症例も解除します。ほとんど結局これ主要なの自分でやるんかいって感じなんで、これオールクリアか。すごいな、さすがにあの敵型の場所は全部すでに金が全然ない。御用を受けたまわります。全部獲得してるんだね。御用を受けたまわります。ありがとうございました。今回ヒョロって自分で好きな数できないんですか。家臣団で人もらってもいいんですけど、若干ですねやっぱり、あの真田家自体に少ないので、真田家自体に人が少ないので、お父さんとこからね、あのですよね、やっぱ密談やるしかないな。そこすげえ戦ってんじゃん、これどこ戦ってんの。あ、伊達家これチャンスやな、攻めたいと思います。攻めてもなあ、でもここ取れそうだ、いいか。真田の戦お見せしよう。出陣します。あの城と城のと、ところは整備しておくと、あのすぐ援軍が到着できるんで、それはそれでありかなと思いますね。さあ追加で、出陣します。我が戦お見せしましょう。出陣します。戦場で華麗に舞いましょう。いざ参ろう。出るぞ。助太刀しよう。男といってもこんなものですね。いざ参ろう。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。さあ、調略やりましょうかね。あ、でもその前まだ建設できるのか。どういうこと？もっと進出しといた方がいいか。
内省すんのやめよう。始めます。報告いたします。先月の収支です。承知しました。できんのか。でも築城してももう兵士がいないんだよな。改修もしたなし、建設だな。なんで作れないんだろう。鉄が生産できてないからなんだな。よし、戦争だ。すげえ援軍来てる気がする。進め。にせよ我らの攻め耐えてみせよ。私がよ、いきます。我らの攻め耐えてみせよ。敵を打ち滅ぼせ。私に続け。引け。
城門を破壊しました。私に続け。結構兵力減っちゃった。不甲斐ない。もう突っ込むなよそんな兵力でと言いたい。全てを込める。決して逃さぬ。城門を破壊しました。私に続け。城門を破壊しました。続きなさい。ここは引きます。私がよ。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。もらうしかねえな。増えちゃったもんね。それ建設。しょうがない。武家帳作ろう。いや、これ帰った方がいいな。戻ります。城へ戻る。参るぞ。表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。まだかいないんだよね、武将が。なかなか厳しいね、この感じだと。
足を見させて、で建設をすると。宿場とか作りたいな。これから回収。使ってるね、ここね。いけるな、これ。行っちゃいますか。真田の戦、お見せしよう。戦場で華麗に舞いましょう。出陣するぞ。我が戦、お見せしましょう。男と言ってもこんなものですね。表情を始めます。キャー、怖いセリフ出た。調略来た。これ調略できるね。感じだな。寝室までできる。作り放題だ。全然作ってなかったってことなんだな、多分な。制作を取り行います。取引一応しとこうか。御用を受けたまわります。ありがとうございました。御用を受けたまわります。ありがとうございました。出陣する。我が戦、お見せしましょう。ご命令を報告いたします。先月の収支です。どこ目指してるこれ。川越城って、これは伊達が来てんのか。承知いたしました。水田にして、あとからあそこは武家町。あ、進出もできない。あ、できる。したいと思います。なんなりとお申しつけよ。
これでも三つ田間に合わねえなこれ。残念。我が領内に敵が迫っております。我が領内に敵が迫っております。だろうな、もう別にここ取られてもいいんだよね、ぶっちゃけ。我が戦、お見せしましょう。逃げられると思わないことだ。待機しろ。承知しました。武将がいない。始めるぞ。出陣します。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。政策を取り行います。さあどうすしますかね。政策を取り行います。御用を受けたまわります。助太
ちいたす。待機します。まあここの城は最悪もう一回取られてもいいかなって感じですね。待機し、助立しよう。勝てるか。勝てそうかな。大丈夫そうだよ。その辺り今日は城に戻る。表情を始めます。先月の終始です。城へ戻ります。カホは積極的にあげよう。真田丸作れる。真田丸作りたいわ。これなんで真田駅まで長楽しよう。死刑の真田家が揺れていますっていう。それはまずいんじゃないですか。さすがに進出できないか。自分の武将って自分ってどういう感じなんだろう。中道保守か。保守が多いよね。サラだけだ。よし。保守が多いので設備作りましょうか。伊達家がえらい来てん。伊達家やばいな。これ地味に北条が、あ、こ
ここの川越城取れるな、これ取ろう。あ、大久保なんとかがいる。川越城を取りましょう。出陣する。これ取ったところで人がいねえんだよな、どうしようかな。行こう。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。岬城御用を受けたまわります。すごい武器帳作れるよ。逃げられると思わないことだ。戦場で華麗に舞いましょう。出るとするか。我が戦見せしましょう。出陣する。すげえ通過してきて。慣れてる地味に。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。ちょっと待って、出陣します。帰れないじゃん。帰れない。
かに領土広げすぎたな、多分感覚的には。城を奪われたのか、しょうがないな。誰がいるんだっけ、武将サラダの雰囲気。我が戦お見せしましょう。恐れるな、我らは必ず勝つ。恐れるな、我らは必ず勝つ。ご命令を。先月の終始です。報告いたします。出るぞ。いやー厳しいね。来てんのこれ攻めに。敵を討
打ち滅ぼせ。我らが攻め、耐えてみせよ。我が才を信じよ。真田に敵はない。まだ間違えした。行くぞ。かしこまりました。かしこまりました。私に続け。これ川越で一番出陣するぞ。もうこれちょっと出陣します。出陣しよう。ご命令を。先月の終始です。報告いたします。省略はどうなったんだ一体。全然顔来ない。我が方の城奪われました。敵が我が領内に向かっております。
表情を始めます。先月の終始です。三崎城、三崎城、あ、じゃあ八形城、うん、こっちか。無理かな、もうこれ以上。だいぶ前線に絞ったけど。出るぞ。ちょっと無理っぽいねこれ以上。あれやるとまた上攻められるしな。出陣しよう。もうここは御用を受けたまわります。出るとするか。止まれ。承知いたしました。出陣するぞ。出陣するぞ。敵を打ち滅ぼせ。我が采配で勝たせてもらう。城門が破壊されました。我らの意地見せるは今ぞ。私がよ。Thank you.
承知いたしました。私がやる。かなり強いですよね。めっちゃ承知いたしました。騎乗する。城へ戻る。待機しろ。我が領内に敵が迫っております。出陣するぞ。いやーもう次から次へと厳しいわ。ご命令を報告いたします。先月の収支です。我が戦お見せしましょう。どうなったんだ。いやこれ無理だな。これもこの城捨てるしかないな。逃げたければ逃げなさい。ここは貴様らの地獄よ。この城はねちょっともう捨てます。解明のブルーの位置がやっぱり国境で敵型になっちゃってるんで、これ多分ずっと攻められるんだろうな、きっと。このボタン、我が領内に敵が迫っております。止まれ。早く豊臣がこっち来てくれりゃいいんだけど。どんな組んでんのかな。
ご命令を。先月の終始です。はい、一回ここで終了したいと思います。引き続きやっていきたいと思います。よろしければ次回もお越しいただければと思います。ありがとうございました。